が小さい子供の頃からね、はい、戦前の日本の人はみんなそうですよ、はい、小学校でやったり、それからうちはあの弓が伝わってたからね、はい、で本式に習うっていうのもうちで薪藁で父親に習ってたの。うちにちゃんと立派な薪藁があって、はいはい、低いところでね、それでね黒塗りのね、黒塗りに朱塗りでこう遠野とか巻いてあるね、はい、父親が子供の頃使ってた弓があるんだ、はい、それを使って基本を習った。それ自分の家、うん、自分の家昔からそうだよ、はい、そういうね壁流竹林万波って言うんだけどね、はい、非常に珍しい流派の、はい、津島では500億以上の侍ぐらいがやってるぐらい、はい、だけど自分のうちに薪屋があって矢場があってさ、誰も弟子なんか取らないよ、はい、うん、自分のうちの教養、伝えの教養としてやってるんだから。昔はみんなそうだよ、はい、家で、うん、例えば自分のうちにこう部屋があってそこでやるんだから、自分のうちに道場があって、はい、馬だとそうだよ、ちゃんとした侍だったら馬場が自分のうちにあって馬で自分家でやる、はい、うん、な学校行くわけじゃないや、はい、学校行くのもあるよ、学校ももちろんある、はい、うん、はい、その時は東京、東京自由が丘、はいはい、生まれてる時は東大の病院で生まれたからまだ西方町、はい、父親が東京大学にいた帝大ね、はい、の時からのは昭和7年に自由が丘行くんだ、はい、もう広かったからね家もね、田舎で、はい、当時の自由が丘なんて、はい、だからそれから小学校で県外なんか入って、はい、それからまあ学生時代は空手ちょっとやってた、はい、船越慶一先生について、それはあのショート関係ショート関、はい、と一般は言ってたんだ、先生はおっしゃらないよ、はいはい、松濤というのは船越義珍先生の号だから、はい、うん、松濤って松 の、 あの渋谷に松濤っていう町があるけど同じだよ、はい、松がこう揺られると波のように聞こえる、はい、あれ松濤って。先生はあの船越先生とはお会いして何べんも、はい、船越先生が道場へ来られると帰られる時に2回か3回ある、送ってくる、はい、うん、いや子供の時から知ってる、はい、あるだけど戦争でね、うん、ともう小学校の 3,4 年の時に知ってた話に出てた、はい、あの有名な人たちがね習っていてすごい武道家だと、はい、矢野一郎っていうね第一名の社長だけどね、はい、父親とても親しかった、はい、で矢野さんは子供の時からやって、あの今の日比谷高校かな、府立一中一高、はい、東大とね、で実業団の会長なんかで藩士だよ、はい、あの武徳会の藩士でもあった、はい、その時その先生、はい、矢野さんが上島先生に継いだことがあって、はい、上島森平先生に比べれば私なんか赤ん坊みたいなもんだと言ったんですね。そういう話、そういう話を聞いていた、はい、それから昭和17年に満州行った時に、はい、その年はね満州の建国10周年なんだ、はい、で日本中の武道館集まった、はい、満州の新聞でいわゆるラストエンペラーの前でさ、はいはい、大きな演舞会があったわけだよ。その時に上島先生の演舞がすごかったっていうのを、僕も行く予定だったんだけどね、はい、ちょっと母親と姉がお話しすぎちゃって行きそうになったんだけど、僕のいとこが見た、先生はその当時何歳だったの？まあ、12だよね、はい、上から大変なんだから戦争なんだから、はい、それが終わってしばらく経って早稲田の花空手部のね、はい、春休みに、はい、どういうわけか話が出た、はい、あの上島っていうのはね、はい、すごい名人がいると。それでね竹下海軍大将がその門人で、はい、外国の士官を、ね、一瞬にして投げたとかね、はい、それは確かね原田光介ってあの今ロンドンにいるけどね空手専門で、はいはい、大島っていうのも一緒だけど、はい、あれはアメリカ人だ。それがねそういう話だ、はい、そしたらねその時のキャプテンの、ね、武田さんっていうのがね、はい、そういえばうちの親類の人で上島先生の武道の本の挿絵を書いたって言うんだよ。なんとかさ、ちょっと今で忘れてたけどよく知ってるよ、会ったことあるよ、はい、じゃあもし興味あんなら住所聞いといてやろうか、はい、そしたらね若松町2番地、102番地、はい、早稲田から歩いてすぐ、はい、今の本部道場のところ
ね、そうそう、はい、あれ今若松町17-18って言うけどね、もともと102って言ったんだよ、はい、ね、いやもうだって戦後だもん、はい、だってもう一般的に道場というのはこう成り立たないぐらい少ないんだから、はい、ああ、はい、それからそこへ訪ねてって入ることになるわけだ、はい、まあ、いたよあれ 3,4 年いた場だ、避難してるって一家族で、はい、うん、はい、80畳の道場のうち20畳がこう仕切ってあってね、その20畳の方に住んでいた、はい、二十年稽古はね、月曜から土曜まで、はい、朝6時半から7時半、はい、夕方6時半から7時半、はい、それだけ、あとは自由、ずっと一日中やってそう構わない、はい、だって岸山先生は勤めてられたんだ、はい、だって生徒が5、6人しかいないんだから、はい、昔のようにね、財閥が費用を払うとか、はい、そういう時代じゃなくなったから、はい、勤めてられた、大先生はね、岩間と東京と旅行と、はい、それを繰り返してられた、はい、関西の方へ行ってはまた東京へ戻ってきて、また岩間へ行かれて、それからまた岩間から東京へ出てきて、また関西へ行かれたりして、はい、うん、大阪、吹田、和歌山、田辺、それから新宮のね、引き継ぎさんとか、はい、そういうふうに行きました、はい、当時ね、私が入った頃はまだ名前言ってない、はい、合気武道と言ってた、はい、公式の名前があるわけじゃないんだよ、はい、合気武道と言ってね、はい、それでね、早稲田の学生だったのね、はい、それでね、早稲田に会作ろうかと思った、はい、それでね、上島道場でやるね、はい、講習会、先生が始めた、はい、ね、研究会みたいに、はい、僕が入ったって言うんですよ、はい、それをね、広告してね、読んでみようと、はい、で広告貼るにはね、教授の名前がいるから富木さんね、はい、頼んでね、はい、講師の一人に入れて、はい、それでね、合気武道って言ったんじゃね、はい、時代があるだから合気道っていうのを取ってね、こうやったりした、はい、僕はね、うん、でその前から合気道ってあるよ、はい、武道会でやった時に、はい、合気道というセクションでやった、いやそうじゃないよ、上島先生の合気道と言って、はい、うん、だけど、昭和17年 の、 満州での演舞はね、はい、僕はプログラムね、いとこからもらってね、はい、持ってたんだけど、ちょっとなくしちゃったんだけど、確か上島流合気術となってた、はい、小説にも出てるよ、上島流合気術っていうのは、はい、新選館高千穂かな、なんか子供の小説に、はい、野家さんが入ってきた時に、僕はいくつぐらいかな、20歳代半ばだな、野家さん40ぐらいだったんだ、はい、40歳、はい、うん、それで要するにね、野家さんが来る前に、はい、1951年だよな、望月実さんが桜田乳一、桜田乳一は向こうではジョルジュ大沢って言うんだ、はい、ジョルジュ・オーサーって、はい、マグロビオティクの、彼の手、彼の関係でフランスへ桜田さんが自分の会知ってる人間でよってね、そこへ行くわけですよ、はい、そこから始まるんだよね、はい、でそう次の年に安倍忠が行くって、はい、安倍忠さんがね、それがね1952年だよ確か、それで野家さんは安倍忠に習うわけだ、野家さんが来てからフランスの人とね、はい、フランス人がいろんなふうに来る、それからフランス大使館が関係ある、はい、でフランス大使館の主催の、ね、演舞会をね、上芝道場でやったこと、うん、うん、写真残ってるよ、はい、だから要するに野家さんは安倍さんに習って、はい、数年習って、これは素晴らしいと思って来ましたということが読売新聞のこのぐらいの記事、はい、今度見せてやる、はい、それを翻訳してるよ、2回にわたって出たんだ、はい、最初は柔道やってたから、はい、あ、それでそう素晴らしい技が来たってんで、次の日にね、阿部忠、数年習ったのかな、はい、それでもっとやってみたいと思って日本へ来ました、はい、それから 3,4 年いた。
うん、か若かったからね、二十歳代だもん、はい、まあ、朝から晩まで稽古してたから、はい、こっちは勤めてないんだから、合気道だけ、合気道と日本の武道のね関係だけ結局したんだ、はい、それで野家さんがいる間に演舞会やそういうものをやった、はい、で彼がね覚えてるのは帰る時に、あの当時はまだね横浜から船で立つんだ、はい、彼確かアメリカまでで帰ったはずだな、はい、だから帰った時は44、45じゃないかな、はい、うん、で帰ってからは知らないよ、はい、あと1965年、僕は64年の10月にね、はい、イタリア行ったからね、1965年にノロから来てくれって言うんで行ったことがある、はいはい、その時野家さんが誰かもう一人の方と一緒に演舞を見ていて挨拶した、はい、一般的な演舞会は公式に始まったのは高島屋の屋上だ、はい、どうしてかっていうと当時演舞会をできるような場所っていうのはそういうとこしかなかった、はい、うん、武道館はもちろんないよ、はい、うん、から、はい、そういう演舞をするような場所をね使えるっていうのはなかった、はい、うん、でまた高い費用と思って日比谷公会堂を借りるとかね、そういうことはまだできない時代だったの、はい、それからね、高島屋でやってその他に三越でやったりと東急のね渋谷の東急の屋上でやったりして、はい、それからあそこ美容学校の講堂を借りた、はい、それから新聞社の講堂を借りた、はい、いろんなところでやった、はい、で正式に第1回と第2回が決めたのは、はい、どうだったかな、記録見れば分かるけど、はい、うん、はい、いやね、一般に公開するのをね、食べられた、はい、一般に公開しないんだ、もともとは、はい、うん、大統領総務もそうだろう、武田総学先生も公開しなかった、はい、昔もね、武道家そうですよ、はい、うん、特定の人にしか教えないんだ、はい、締め切って、うん、昔は乙女技っていうぐらいだから、乙女技っていうのは一つの班から外に出さないんだ、はい、そりゃそうだろう、昔は武術を技術は予想人間に教えれば自分が不利になるんだから、うん、それからねもう一つはね、はい、あんまり広がると崩れるからだよ、はい、だから特別な人間だけが大事に大事に大事に、はい、そういう時代だったんだね、はい、